段差があって本当にベッドだけすごいシャワーがここなった。すごいシームレスな感じ。全体的にこのストーンがモチーフで使われてるんだね、このホテル。すごいミニマル、天井が高い、なんか素敵なお家に来たみたいな。ないのかな、日本に。Do you have profile with us? Kawaii Studio Sashiko. Sashiko 史上一番おしゃれなグラフィックじゃないこれ。
飲んだ記憶ないのに。え、やば。食べれるかな。ワンベッドルーム系のお部屋にしました。外はダウンタウンが見渡せます。うん、かわいい。ベッドボードが濃いめのレザーでとてもかわいい。ソファーの柄が独特ですね。シャワーはこんな感じでした。これかわいい。インスタでアートを検索してて出てきた。で、まだ日本語で検索しても一件も出ない最新スポットに到着しました。どんな感じか全くわからないのでめっちゃ楽しい。
はちょっと朝時間がなくてストレートになっちゃって。行ってきます。Postcard from Earth. It was a pleasure meeting you all. これ、わかるかな？わかんないのかな？超久しぶりに回廊が見つけました。寿司屋が見たいから。めちゃめちゃ楽しみです。まだ可愛いかな、寿司屋見ようかな。Thank you.
最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタン押してね。